はい、皆さんこんにちは。信長の野望創造の真田家プレイですね、続きをしていきたいと思います。現在の情勢ね、簡単におさらいしておきますと、まず、大名ですね、九州の島津、中国の毛利、四国の長宗我部で、近畿に石田、そして関東一円とですね、まああとこの辺りですね、徳川が進出してきています。で、真田がこの辺りを支配しているという状況ですね。当面の目標はこの浅野家ですね、その後前田を送って最上を送ってっていう形でやっていきたいと思います。とりあえず今のままだと、あのとても、徳川と戦うことができませんので、まずは国力をね高めていきたいと思います。徳川はちなみに総兵力16万、一方真田は2万というところで、まあ、ちょっとね勝ち目がなかなかないところにはなりますので、頑張っていきたいと思います。はい、天下に問う我が軍略を敵将討ち取った。逃げ道は与えん。出陣します。うん、あの徳川とね一旦同盟を結びたいと思います。徳川から使者にならんかと言われてますけど、まあ連合にね組みするつもりはありません。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。あくまでも、今徳川と手を組んでいるのはですね、徳川が浅野を支援してくると面倒なことになりますんで、それをねまあやらないと、させないというのが一番の目標であって、徳川、反石田連合に組みするつもりはないというところですね。出陣します。承知しました。出るぞ。必ずや勝つ。甲府城このまま一気に攻め落とそう。敵が我が領内に向かっております。誰だ、6600もの兵で、兵を繰り出してきたのはどこだ。かあ、よくやってくれるな。上杉が宣戦布告してきやがったか。
これはなんとかしのぐしかないな。無事にするな。生きるのだ。このまま捕獲した。正幸は起床させましょう。厳しいか。始めます。先月の終始です。さあどうするかっていうと、承知しました。なんとか浅野を潰してしまいたい。さあ伏線を行って、どうなるか。4ヶ月の間戦わないでくれると言ってる。包囲します。今のうちに一気に潰せ。で、心配なのは北陸方面。ここが持つのか。表情を始めましょう。報告いたす。牧場を作りましょう。この辺りはね、もう機械的になっちゃいますけど、ガシガシやっていきましょうね。まずいですね。さらに増援を出すしかないか。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。さあ続けていきましょう。もうそろそろ甲府が落ちるんじゃないか。
なかなか手強いな。城に取り付け。表情を始めます。報告いたします。さあこのままやり過ごせ。よし、大戦、我らの勝ちだ。やっと浅野を倒した。決勝、お爆死だ。表情を始めます。先月の終始です。入場しましょう。騎乗する。ごめんごめん、間違えた。違う違う、入場です。全員長政、長政、長政以外は全員登用かな。いや、浅野長政も登用しましょう。そしたらですね、次の目標をどこにするかだな。山内か。上すぎだな。まずはですね、配属しましょう。移動先の拠点は浅野。お、柏崎城ができたんだ。あの市場さっき作ったやつですね。で、軍団を作りましょう。近々軍団を編成ですね。もうできてますからね。で、軍団の攻略目標を伝えます。ん？なぜだ、直接は攻められないのかな。ちょっと待ってね、一回ごめんなさい、軍団を全部解散して作り直しますね。で、これで軍団はなくなりましたと。だ、あ、もう一個城欲しいけど、まあとりあえずいいか。
上杉だよな、まずは。軍団を作りましょう。もう一個軍団を作ります。したいんだけど、ここは人がいないからできない。そういうわけではない。解散して新規で、で軍団にそれぞれ攻略目標を決めましょう。どこを攻略させるかだな。前田か。徳川は絶対ダメ。そうなると山内かな。前田がいいんだけどな、強そうなんですよね。ちなみに徳川は前どこと同盟してるかっていうと、あ、同盟はないじゃないんだ。だったら、いいですよね。山内家を攻略目標にしましょう。OK です。の収支です。報告いたします。いいでしょう。
先月の終始です。さあそろそろ出陣しますか。さあ上杉攻めです。といっても上杉攻めるにはあれだな、ちょっと一旦ここに寄りましょう。そうしないとちょっと持たないかもしれない。表情を始めます。先月の終始です。報告いたします。出陣するぞ。ご命令を。報告いたします。先月の終始です。出るとするか。ご命令を。先月の終始です。出陣するぞ。出陣するぞ。出陣するぞ。我が領内に敵が迫っております。出陣するぞ。我が領内に敵が迫っております。ご命令を。報告いたします。報告いたします。いざ参ろう。敵が我が領内に向かっております。我が策、戦場を制す。いざ参ろう。先月の終始です。ちょっとまだ時期尚早だったか。騎乗させましょう。城へ戻る。味方が捕らえられました。我が方の城包囲されました。何落ちるな。城が落ちる。表情を始めます。報告いたします。しょうがない、この城は明け渡すしかないな。最上に
ちょっと、徳川と同盟結んどきましょう。で、同時にですね、進行させないとまずいですね。駿府城攻め。我が戦、お見せしましょう。で、守りを固めろ。もうこの城は落ちるのは時間の問題だ。敵に城を奪われました。しょうがないね。もがみね。ご命令を。先月の収支です。始めます。報告いたします。表情を始めます。報告いたします。どうするか。ご命令を。報告いたします。報告いたします。なんとか駿府を落としてですね、報告いたします。しまいたいところなんですが、よし、それが我が魂、我が覚悟。ご命令を。先月の収支です。なるほど。駿府を
我が軍略お見せしよう。さあ山内家をおやどんどん攻めていきます。表情を始めます。先月の収支です。手柄を立てよ。手柄を立てよ。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。手柄を立てよ。出陣する。出陣します。ご命令を。報告いたします。ここは一気に報告いたします。叩き潰したい。天下に問う我が軍略を。逃げ道は与え。出陣するぞ。天下に問う我が軍略を。ご命令を。報告いたします。報告いたします。さあ一気に落とせ。我が戦お見せしましょう。天下に問う。そしたらですね、このままですよ。かしこまりました。あと1日分しかなかったのか。危なかったな。おっと、手柄を立てよ。兵糧不足か。兵糧はあるのか。待機せよ。待機せよ。なんとか兵糧は持ちましたか。表情を始めます。先月の収支です。は？みんな手を貸してくれ。承知いたしました。兵糧がないと。力攻めしろ。もう兵糧がないんだったら。兵糧がないってすごいな。でも表情を始めます。報告いたします。飢えてるみんな。よし落とした。これが戦の作法よ。敵将捕獲した。騎乗します。騎乗する。騎乗する。出陣します。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。軍団を作りましょう。そしたら
いやー、なかなか苦しいですね。ここを取られたのはかなり痛いですな。ここ国境にもう一個城が必要ですね。ご命令を。先月の収支です。さて、とはいつ長くなってきましたので、そろそろ一旦終わりにしましょう。次回、どうしようかな。前田行くか、最上、上杉行くか、ちょっと考えておきたいと思います。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。